じゃあ皆さん、今日はどこに行きます？そうですね、何か美味しいものを食べに行きたいです。僕も日本のお菓子とか食べてみたい。それならさ、下町にもんじゃ焼きでも食べに行ってみるか。アイリスも行く。いつもの店だよね。あそこ美味しいよね。ほら、うちも一緒に行こうかな。エリカハンとおったらツッコミの練習になりそうやし。私は日本の文化が知りたい。道というものに興味があるのでな。では、華道はどうです？私が和の心、道をお教えいたしますわ。それは素晴らしいです。すみれさん、私もよろしくお願いします。あの、私もいいですか？本格的な華道ってしたことがなかったんです。じゃあ私はここで寝させてもらうよ。今日も朝帰りだったもんでね。ロベリアは私と一緒に浅草寺に行くのよ。精神を鍛えた方がいいわ。ロベリアさん大変ですね。いい気味です。織姫も行った方がいい。僕も付き合うから。それじゃ決まりましたね。大神さんはどうします？誰と一緒に行きますか？この私がテンプルなんかに行かなきゃならないんだよ。あなたの素行に問題があるからでしょ。せっかくテートに来たんですもの。この私がいろいろと教えてあげるわ。大変ですね。マリアさんは結構厳しいですよ。織姫、あなたもよ。もう少し落ち着きを持った方がいいわ。僕もそう思う。じゃあお昼になったら出発だ。兵撃の玄関前に集合だからな。はい、わかりました。
私、負けないわ。私のことはどうでもいいってことですか。